はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはギャング・オブ・シャーウッド。これサングーさんのタイトルですね。これはどんなアクション RPG 系なのかな。まあ、とりあえずここにムービーがあるので見てみましょう。はい、アクションアドベンチャーって書いてある。ああ、結構、あ、でもこれデモだからね。なんか下に書いてあったの、いろいろ。ああ。プレイアブルキャラクターは反乱軍のリーダーである。ロック、リトルジョーンっていう以外はなんか肩書きみたいなのがついてたね。3D、アクションシューティングじゃないけど、なんかそういう感じの、だよね。ファンタジー系に見えたけど、結構、あ、でもアクションか。まあ、キャラによるか。なんか、激しいなあ。でも結構引きの画面にもなるんだね。まあ結構激しい 3D アクションって感じだけど、アドベンチャーっていうのは多分シナリオ的なボリュームの話なのかなという感じがしました。はい。かつてない SF スタイルのロビンフッドが活躍する協力アクション。ロビンフッドか。独自の SF スタイルでデザインされたロビンフッドの世界を舞台に、最大4人のプレイヤーでミッションをクリアしていく協力型アクションゲーム。はい。アクションゲームって書いてあるね。協力型アクションゲームだけど、多分ストーリーがそれなりに充実してるんでしょう。ストーリー、イギリスを中心に民衆の英雄として愛され、いくつもの映画が制作されてきたロビンフッドの新たな伝説。暗黒に包まれた美しい森と異世界から、飛来した巨大な船が空を浮かぶスチームパンク風の世界を舞台にオリジナルの物語が展開しますってことで、あれ美しい森が台無しじゃん、こんな火花散らしてやってたらね。まあでも、まあロビンフッドっていう題材がでかいんでしょうね、多分。日本国内だとそうでもないとは思うけど、はい。で、反乱軍としてチームを結成。4人の英雄が様々な、状態のフィールドを駆け巡り、行く手を阻む敵の大軍に挑みます。キャラクターごとに異なる戦闘スタイルを戦略的に組み合わせ、手強い兵士の軍勢、難攻不落の軍事兵器、巨大な恐ろしいボスとの決戦などミッションをクリアしていきますということで、なんか結構ロビンフッドは多分弓なんでしょうね。で、それだからあれが一番激しい戦闘に見えたんだけども、まあそれ以外にも結構肉肉しい人とかね、いろいろいますね。はい。で、民衆の英雄となりチームのレベルを上げていく。なんかちょっと人形のひょこひょこしたやつでレベルアップのグラフィックで作られてましたね。無実の人々の命を救って戦利品を分け与えれば反乱軍の評判がアップ。その結果、強力なコンボを新たにアンロックできるようになります。余った金貨で商人と取引すれば、装備のアップグレードや好みの戦闘スタイルに合わせたスキルのカスタマイズも可能です。で、最大4人プレイ対応の協力アクション。コンボを次々と決めて、チームのメンバーと力を合わせれば、超爽快な連続コンボを成功させることが可能となります。隠れ家で友達と落ち合い、戦略を立てましょう。役割を決めたら戦場へ赴き、チームの実力を確かめるのです。ということで。まあ4人、まあ協力プレイが結構売りなんでしょうね。僕はオンラインとかやらないから、ちょっと困っちゃうとこですけども。まあさっきのあれが、ムービーにあったような画面ですけども。こう激しいよね、この辺とかね。あ、いや、見れないならいいっす。いや、これで。ということなので、まあ弓がやっぱ画面が違って見える部分もあるから、まあ多分ロビンフッドを使うところに強化がポイントがあるのかなっていう気が、オリジナリティがあるのかなっていう気がするけど、多分その操作がちょっと難しいから、こうね、肉体派のバンバン振り回すようなタイプのキャラクターをこうがいて、そっちを担当したりするのかなというとこですかね。はい、ということで、
ギャング・オブ・シャーウッド。ロビン・フッドとは名乗らないんですね。2023年11月2日発売で、パッケージ版5800円。アクションアドベンチャーで、プレイ人数がオフライン1人、オンラインだと2から4人となっています。で、プレイステーション5でセロー D、17歳以上対象です。ということでね、まあ、見た感じ、結構激しいんだけども、プレイしたらどうなのかってちょっと、まあ、考える部分があるけど、でもプレイステーション5のね、専用タイトルなんで、まあ割とこうスペック高めにガシガシやってんのかなという印象はありました。ただどっちにしろね、ロビンフッドって結構日本だと、まあ映画の題材にはなってるかもしれないけど、ゲーム的にはあんまりこう印象がないんだよね。やっぱりあのファイター系がメインのゲームが多かったりするからかな。弓っていうとね、あのパルテナの鏡とかねそういうイメージとかあるけど、まあでも忍者ガイデンとかでもなんかちょっとぶつけ、あれ弓じゃないのか、まあいいや、まあなんかいろいろあるけども、ちょっと特殊操作系に感じる部分があるから、そこら辺をこうポイントにね、一人プレイをやるんだったらそこをポイントにこう遊びたいとか思うのは正しいようなこう感じがしました。はい、そんな感じです。はい。